ということでやっていきましょうか。バイオハザード。今どこにいる？今回はね、なんかお城でパーティーがあるということでございますので、お互いにですね、清掃をして、出迎えていただこうということでね、こんなね、まずやっぱりね、競争様のお城の主をね、やっぱり謁見をするにはですね、それ以上の存在がないといけないかなと思ったんでね、競争様で挑もうというふうに思います。で、一方でですね、こっちですね、はい。お姉ちゃん、どこ行った？お姉ちゃん。そう。やっぱりね、天使をイメージしたですね、まあ、こんなド派手な天使がね、ね、やっぱり片翼の天使ところか、両翼の天使でね、ちょ、まあ、追い詰めていきましょう。こういう、これよく見たら、こういう下着なのかな？あーね、プルンプルンをね、はっきりと見ることはできなかったんですけれども、まあ、そんな感じでやっていこうかな。じゃあ進んでいきましょうか、早速ね。こっち、ちなみにこれ、くる破壊力が半端ないね。これ、そもそも支えられてんの？あー、でもなんかちょっとあれだね、前回のに比べると、ちゃんとしたボリューム感にはなっているものの、ちょっとあれだね、垂れ気味？まあ、あんだけ大きくてさ、垂れへん方がおかしいんだって。重力に逆らう父がおかしいんだって、普通にね。うん。まあ、無重力状態ということで、相変わらずの、よし。お声が遠いんだぜ。こっち。ありがとう。こっち。ウェルカムね。魂の入ってるぜ。あ、やった。素敵に。備えあれば売れなし。備えあれば売れ売れ。そうなの。新品どうぞ。備えあれば売れちゃって。あ、これもいらないね。よいしょ。パコン。サンキュー。で、今日のお供はね、アーモンドチョコレートとか。じゃ、ごめん。素焼きのアーモンドですね。何チョコレート？まあ、アーモンドチョコも美味しいんだもんな。本当にね、パリポリ。捨てるべきナイフなんか持ってたっけ？あったね。2個もあったね。やっと別に。あんな価値ある品だって、墓までは持っていけねえぜ。なんかいろいろと言われてるけどね。まあ。いつも食うならいいな。でも食うなら今日でございますね。よし、じゃあ行きましょうか。いや、ほんとド派手だな、おい。防御力低すぎへんか、これ。ね。スタイル安いよな。こんな人、ほんまに存在するのかな。まあ、いるよね。えなこさんとかね。コスプレイヤーのさ。コスプレする人ってやっぱ、スタイルがいいからさ、何でもかんでもできちゃうっていうのすごいよね。教祖様のお通りだ。お前たち、俺を崇め立てまつるがよろしいわ。ぐはははは。ちょっと待って。さりげなくガッツポーズしたぞ。この天使やばいぞ。この天使、なんだっけ。教祖様じゃなくて、使徒じゃなくて、信者。信者が、目の前で惨殺されていくところガッツポーズしてるぞ。いいのか、それで。ラスプラーガース。うおひょー！甘い。甘いわー！何なのー！虫なのー！ごめんな、俺が生み出しちゃったんだ。そういう、あれでね、おうおう、ごめん。でもってあれだね、やっぱりRE4 じゃねえや、普通の4みたいな感じ。バッサー、ちょっとマントがかっこいいんだよな。バッサー感がね、もうちょっときちっとくっついて、なんか自由な感じがなくて、ここでこうね、ふれ、打ち目ていっちゃうぞ、上から見る谷間の破壊力がやばい。大丈夫皆さん、息子は正常に動いてる。そしてこっからはもう教祖様がラスプラーガースいっぱいいるね。隠れてやがったこいつら。敵も変えられたんで、わーっと飲んでた。オラ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 。オッケー。もう一丁。あ、普通に来てやばい。やろう。あっちかっちやぞ。あ、危ねえ。しかも今パリーが出た。パリー。あれ？上も下も終わり？終わったね。と思った生きてた。死んだと思ったかーってか。あ、しぶと。オッケー。んで？あー、デロデロに溶けてやがる。確かここにいたのは女の子のはずだったんだけどね。こっちを、あ、もう一個上かな。もう一個上。おーおーおお、早いし。あ、俺も早いんだけどさ、こっち行くの。んで、うぇーん、ギャースンフラグ。ニュー。ドーン。あんなの当たったら死んじゃう。まあ、それは間違いない。
死なないようになんとか頑張る。頭がリアリティ抜群。この距離であれだね、頭見るのちょっときついものがあるのか。あ、こんだけ撃ってて当たんない。おお、近いー。アシリー、しかもアシリー、お前女だからって、お前もうこの野郎女だからって、お前やばい、あ、やばい、そそる。違う、そうじゃない。無事大丈夫、安心して。で、どっか帰ってった、あいつ。あれ、どっか帰ってった。ちょっと待ってね。ナイフを使ったがゆえに、ナイフを使ってしまったがゆえにバグり散らかしてる。おいで。このどっか、あったそうそう、これを思い出した。はい、すごい、ガロンってなんか引っ張ってってる。お腹が、こいつハイヒール入ってんだよな。ハイヒールモモコー。あ、ちゃハイヒールリンゴー。オッケー、ピロン。こいつはまだウニュウニしないんだな。よし、いいだろう。え、あそこに大丈夫だった。平気です、あなたこそ大丈夫。おら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 、どっから見えてたらそりゃやっちまうで。え、違う、飛んでくるよね。飛んでこない。じゃあ行こう。走れ、今のうちだ。どう？オッケー。オッケー。で、真上、ポンポン。ほい。で？で？なぜ貴様から先に行くのじゃ？大した歓迎ぶりだ。そうなんですよ。今からね、あのパーティーが始まるんですよね。どこ行ってんの？オッケー。で、こっちからも来てるはずだ。来てたね。お前、発情すんなって。気持ちはわかるけどよ。で、こっち。これで大丈夫なのか、こんなのが。あー、すげえ、あっちにいるね。あー、来た。あー、羽で見えない。ドフルーリー。あれ？こっちか。ドフラミング。あっちのは破壊できないから。よし、じゃあこっち。行く。まずいか。行けるか。大丈夫だった。で、この中に、変態野郎が上がらーの、やばい、ストップ。まあいいや、上がらーの甘い。わー、大きいのが出てきたねー。大きくたくましくて立派でございます。チュン。ここにいてもね、やられる可能性があるからな。よし、こっち、走る。あちゃ、あれ、あっちを破壊する手立てがないぞ。どうなっている？おう。よし、じゃあ仕方あんめ。あ、ちょっと待って。発射。あれ？なんか発射してくんない上に終わんないし。どこで、ストップ。こいつで何がクラフトできる？え？あー、結構いろいろできるんだね。違うんだよ。何をバグってんだよ、貴様。で、ほい。もう一発。めっちゃ燃えとんがな。燃えピピピ。ほい、ちょっと、あれってなんか右になんかすごい物騒なの持ってんのか。次は誰？で、あー、あいつか。ほい、どこ、あれ？ちょ。お次はだー、発射。オッケー、あと最後、こいつも破壊しちゃうよ。オッケー、ラスト。まだ来てるかな？もうないよ。ヒューザー、オッケー。まさかこれで全部、よし、ほとんど破壊するとは思わなかったね。よし、うまくいった。今さら？だいぶやってたけどな。だいぶやってから、それ言う？お前言う？じゃあ降りよう。ヒュー。あれ、ちょっと待って、降りてくんない。あ、降りよう。おーし、オッケー。さあ、上から天使が待ってくるよ。みんなも、待っててね。ゆー尻。ああ、そうなんだよね。これでさ、こう、銃を向けた時に止まってくれてたら、マジで尻を眺められるのに、尻眺めらんないんだよな。こうする？俺は本当にバンになってしまうんじゃないか？すごいけどね。よいしょ。まあ、そうなった時はそうなった時で。
あのそうなった時のシミケンチャンネルもあのバンを、ま、あのあれだよ、ね、一緒に巻き込んでしまう。よし、オッケー。じゃあ登っていこう。まあでも普通に下着だもんね。ただね、それで行くんだったらさ、あのビキニコンテストとかを映してる人たちもまあまあやばい角度になってるからね。そうだよ、それ考えたらさ、あのシャーってなんだ、それを考えたらデボラとか全然エロくなくなっちゃうもんね。俺一回さ、あのバイオハザード6のあのね、なんだったかな、去年の何月かってなんだ、うん、あのやってたやつのあれが、デボラが出た回のレオン編をやってた時に、あのね、サムネを変えろって言ってね、なんか無理やり変えられちゃったんだよね。結局戻すことができなかったから、もう今あの勝手に変えられたやつにそのまま残してるんですけど、うん、なんかエロいっていうか、あの性的コンテンツだからダメですみたいなことが言われちゃって、はぁみたいな、ね、まあまあまあ、逆らったら残念ながらね。あの、あれ、あともう一個、あれもう一個どこや。そう、まあ、性的コンテンツだからってね、まあ、逆らってしまったらね、あの動画をもう投稿することができなくなっちゃうからもうあれなんだけど、よいしょ、まあ仕方ないよね、プラットフォームにはどうにも、あ、ちょっと待ってた、プラットフォームにはどうにもこうにも逆らうことができんぜよってこと。あれこれあれあっちゃったっけ。よし、じゃこっち行きましょう。うん、まあアーモンだから負けりゃそれでいいんだ。あ、向こう敵出てこなかったっけ。そっか、追加はそんだけか。じゃあここ降りたところにあるんだったっけな。ごめんね、足もう一回。あったここだ。よし、じゃあ行こうか。あ、もうかわいそう。じゃああれ何、あの降りた時の着地する力を入れた声じゃなくて、それとも行っちゃった声。ああ、これ先に行かせることできないのかな。無理か。あ、いいこと考えた。よいしょ。さあ、降りておいて。そう。要は満足じゃん。これあれか、ブラか、ただの。うん、なんかそんな気がしてきたね。よし、じゃあ行こう。自由に実況しさせてもらってますよ、ほんと。オープンセーサビー。アイテムは、あ、アイテムなんま、あ、お前何してんの ?Q 押してねえでよ。よし、じゃあ行きましょう。だからこれ、あれな、このサドラの格好だったら、まさにサドラの杖持たせればよかったな。しまったな。ミスったな。まあ、いっか。うん。んで？すごい。豪華なんですね。もう、古いけど。いいね。そういうちょっと皮肉を言うっていうところがね、まあ、皮肉なのかな、もはやね。ちょっと待ってね。先に壊せるものを壊していて、私のお城、なぜ壊したんです？ちょっとね、ようこそ、サラザールがあれっぽいよね。我が城へ。ますますフリーザっぽくなってるよ、ね。お目にかかれて、まあ、若干のヒステリックさも残ってるところがね。ミスター・ケネディ。まあ普通だな、こいつもな。お前は誰なんだ。私ですか。恐ろしくカオスだな。あれ？後ろの直入に申し上げました。ああ、肩幅がでかすぎてあれだね。そこに娘をこちらに渡して。なんか羽さ、勝手にピクしてない。後ろのさ。実は二人がさ、なんか普通に、彼女にもなんかお目目が、あの変な感じ、なんか緑と青になってたよ。じゃあ赤と緑か。いや、お前のケネディはどうでもいいんだけどさ。なんて高貴な方でしょう。でしょ？知ってる。自分でもそう思う。我々には彼女が必要なの。あ、そうなんですか。その娘を源として、あなたの合衆国、そして全世界が温調で満ち満ちる。温調で蝶々でぴょんぴょんするのです。まさに我が主サドラ。目の前にいるよ。鉄よりも硬い。で、鉄よりも硬い、息子を持ちながら、今は、その後ろにいる羽の生えた女の子をね、聞こえたろ、親元へ返すっていうのが、私のミッションでございますからね。これで本
当にさ、丁重にもてなして差し上げなさい。これで本当にさ、客人は死を、死んじゃったらどうするつもりだったんだろうね。まあその客人を指してるのがレオン、果たしてレオンだけなのかね、それとも両方のことを指してるのかっていうのはちょっと分かり知れないところだけど、離れるな、うん、離れたいだろうな。自分を連れ去った犯人がそいつだと。あ、でもこれタブラーと出会う時にもこの格好で会わせてみたいな。果たしてどうなるかっていうのか。さあ後ろ帰ろう、後ろに帰ろう。あれ後ろになんか、え、いつの間に、いい加減にしてくれ、いい加減にしろ。ちょっと待って、銃を、銃を撃て、銃を、銃を撃て、銃を、あばばばば、当てちまった。ね、よし、ちょっとこれで落ち着いたところで、どうしようかな。まあハンドガンでぶちのめすっていうのもやったことがあるからな。サブマシでやる？ライフル？マグナム？やっぱマグナムだな、男のマロンって言ったらな。男のマロン、マグナムでやりたいところだよな。さあ、これでそろそろ落ち着いたかな？よし、チェック。オッケー、お手手ちぎれて、ブンブブン。お前もやっちゃう、ブン。あ、なんか、よくわかんないやつ、壊しちゃった。うごめいてる。大丈夫？あれ？あ、当たっちゃった。大丈夫だった？おお、でもあの角度もたまらんチキショーや。オッケー、ありがとう。ごちそうさまです。ごちそうさまでーす。こっちは、あ、まだ無理だね。何回もやってんのにね、もう、やっぱり時が経ってしまうと忘れてしまうという悲しさが。はい、はい、じゃあ、よろしくお願いします。あ、もうこれご褒美やろ、もう。しかもハイヒールかよ。いた！さすがにあの、なんか女の子に踏まれるまでは言うけど、ハイヒールはさすがにちょっとやりすぎててしんどいな。みんなの、あの、男性のね、性癖とかどうなんですかね。僕なんかあの、もうね、嫁さんがいるから別に、あの、新しい女性とキャッキャウフフなんてことはもう、あの、一切考えないけどさ、あの、もし自分がまた独身とかに戻って、それなんか、独身に戻ってって言い方は良くないな。あの、なんかまるで、俺が今から離婚するみたいな。しないよ、絶対しないよ。うん。嫁さんのこと大好きだし、娘ちゃんのことも愛してるからさ。うん。娘ちゃんと嫁と離れるってなったら、俺も人生、生きてる、何の意味があるのってなるもんね。あ、いえ、そんな詳しい話をするんじゃなくて、違うんですよ。じゃなくて、ブン、ブン、と。あ、もし自分がまだ独身だったらっていう想定でいくとね、あのね、ま、2、3巻分しか俺読めてないけどね、あのね、漫画でこういうのがいいっていう漫画があるんですよ。ここから先に進めそう。全部ひらがなでこういうのがいいっていう漫画があって、知ってるかな？知ってる人いるかな？ひどいな。ええ、まあ、ちょっとエロいのを見すぎたから、たまにはちょっとこういうグロいのもお見せしといた方がいいかなと。誰一人逃がさない？うん。そこに出てくるね、ムラタングっていうね、あの、主人公と、それから、トモカっていうね。あの、あ、まぶちー！ふれ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 、こういうのがいいんだろ、どういうのが、うん。よいしょ。オッケー。じゃあ行こう。あれちょ、そうそう。こういうのがいいってね。まあ、束縛彼女、超束縛彼女、もう会うたんびに、なんかあの、どこが変わったのとか、連絡はもう即レスしないともう許さないわよとかね、あの、セックスした後に、ねえねえ、前回会った時と私、どこが変わったともう5個答えてあげたり、許してあげるわ、みたいなっていう、彼女と付き合ってた主人公、村タングと、それからね、なんかあの、女の子だから AV や見ちゃダメだよとか、下品な言葉を言っちゃいけないよとかっていうね、なんかあの、精神的束縛をしてくるような、あの、男と付き合ってた、あの、ヒロイン、トモカっていう子がいるんだけど、まあ、そのお互いにね、もうきつい彼氏、彼女と、あの、お別れした1年後に、まあ、なんか2人が、あの、たまたま出会って、なんかあの、フリーフレンド、フリーフレになっていくっていう話なんだけど、こういう関係性っていいなってすごく思ったもんね。お互いオンラインゲームで繋がってたっていう話っぽいんですけどね。さあ、果たしてこいつは、これこのままでいいのかな。いつかなんか剥がれるとか。うなげこ。バレてないこれ。うりゃ。さすがにバレたー。心臓を一個増やしてあげようと思ったのにバレちゃったよー。来てる。おっ。ちっか、危ね。だって普通に痛いバレてる。みなぎってやがるな、あいつ。バレちまったか。
ほいほいほい。あ、壁壁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 板壁板板壁板壁板壁。ほい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 。さあ、おいで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 。さあ、私はどこだ。あれ、なんかこんな動き、こいつ快活だったっけ。これ普通にさ、後ろのやつじゃなくて、なんで分かってんのこれ、おかしくね。やっぱ教祖様のオーラが出てしまっているのかな。教祖オーラ、オラ教祖、オラは教祖、オラは教祖、オラがこんな城嫌だ、こんな城嫌だ。動くんじゃねえよ、オラビンゴイビンゴビンゴビンゴ。亀の頭が出てきてるね、背中から。生えて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 、いいだろう。オッケー、さよなら三角、また来て四角。あ、違う違う、今しゃがむんかい。動物園の動物に会いたがってるかな、どうなんだろうな。ピー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 ン。例えば太もんプルンプルンはないかな、今回は。あ、太プルはない、ないですね。プルフト、ないな。オッケー、じゃあ、これをプル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 。この音でバレんだろうな、多分な。だろうな。一回話すとやっぱ全部戻っちまうんだな。うん、つけて。いや、こいつと戦わずに済む方法もないかな、なんてことを思ったりとかしたんだけどね。さすがにそうはイカの金玉ってですね。よし。ほいっと。アシュリー戻ってこないかな。たったたったたったた、ピン。大丈夫ただいま。レオン、おいで。下で何があったの？下に何があったと思う？何も。動物の動物ちょっと今から見に行くか。早えな。尻の形がマジでエロいんだよな。なんかこの衣装はなんか白以上に、あれだな、父以上に。ペットにはできないぞ。うん、死んでるからね。それはしたかったのかよ、ペットに。うん。まあ、なんか父以上に尻がエロいよね、桃。よし、じゃあ開けましょう。カチャ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 、パキーン。よいしょ、ほい、パキーン。で登っていきましょう。ぼんぼりに明かりをつけましょう。どんどんどん、登りきって大丈夫。そうなんだよね、俺も咳が全然止まんなくてね。今たまたま飲み物を飲んでいるおかげで喉が潤ってるからなのかな。乾燥した瞬間に咳がゲホゲホゲホが止まんなくなるからね。あれどうにかならないとかね。そっか、これ銀刀くんだったっけ。あ、違う、下手くそ、下手くそっていうか、まあね、撃ってるはずの方向に銃が全然飛んでいかない現象が起こるからな、これに関してはね。ここはあ、なんかあった、スパナオスピスピネルネルねるねるねーるね。あれ、ああ、これはあれか、普通にあるのな。よし、じゃあこっち戻っていきましょう。ちんちん、戻らねえ、進むんだよ。オッケー。で、鉄製の剣。あ、これは刺すやつだね。よいしょ。内田剣。銀の剣。金剣。よいしょ。これは金剣。で、朽ちちゃってるのがここ。オッケー。で、すっごい眺めてんな。どう？皆さん、眼福いかがでしょうか？もうね、たまらんでしょ？たまらんでしょ？気持ち一緒。よし、じゃあ、違う違う違う、眺めすぎ。あ、出た、カオン・エス・ケネディ。違うんだよ。ほいっと。で、ヘビ。で、奥の。ヘイ、オープンセサミー。あれ、なんかあと、あ、そこから、あ、オッケー。じゃあこれ、あ、ちょっとあっちの方固まった。何に使うの、それ。何に使うかっていうと、これはレプリカだ。実際武器に使えない。ガオン。あ、ここはあれか、開けれねえのか。じゃあ刺し刺しちゃうよ。お胸ブチュブチュしちゃうよ。開いちゃうよ。正解だったのね。正解、イエス。チェキバーン、チェキバーン、クリア。え、ああ、なんだ、腐ったヘビか。オッケー、よし。あ、ちょちょ、こいつ食べたら美味しいのかな。ああ、なんだ、
無駄にダメージ食らっちまったから。オッケー、こっちもオッケー、オッケー、オープン。どうしよう、やっちまうか。ちょっと撮影の都合上、あ、ヘビだね。重いヘビー、ヘビーな、ヘビー、ヘビー、戻ってきたよ。ドン、これ落としとかないとね、またね、大きくぐるっと回らなきゃいけなくなるからね。さあ、教祖様のおたわむれでございます。ふい、君は絶対真似するなよ。教祖様ご乱心。よし、オッケー、オッケー、バン、降ります。そしてオープンササミー。誰が鶏肉や。開けて、開けて、オッケー。じゃあ、ごめんなさい、次パーティーをまあ楽しみたいところではあるんですけど、ちょっと中途半端なところですが、一旦ねここで終了とさせていただきたいというふうに思います。ちょっとね撮影の時間の都合上ね、ここまでということで、すいません、申し訳ありません。あんたならやってくれると思ってた。それで、おい、これだけゲットしていきましょうか。上のおねおってが怖いんだよな。誰のチョイスですか。もちろん、これしかもう最近手に入れてないと思います。はい、オッケー、取引成立した。あとね、もうね、いらないチャンプとか言っちゃってもいいと思うんですけどね。これとかいらないよね。あとナイフがあったっけ。ナイフ、ナイフ、ショートナイフ。OK! いつも食うならいいな。よし、ま、いつも食うならいいな。ということでね、このチャプターは、続きますので、次、うろ。このキャラでね、引き続きやっていきたいというふうに思います。ということで、今回も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、最後までじゃねえや。もう最後なんだよ。動画ね、最後までご視聴いただきましたので、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら幸いです。お黒ある。黒はなさげだな。あのマークが非常に邪魔なんだね。はい。では、また明日お会いしましょう。さよなら。バイバイ。